牛肉、人参、にんにく、ネギ、玉ねぎ、クローブ、水を注いで火にかけます。アクをすくいながらじっくり煮込んでまいります。水かさが減ったらその都度次足します。十分煮込めたら肉を取り出して冷ましておきます。ザラメ、ワイン、塩、ブーケガルニ、ウクロウ、ジャガイモ、玉ねぎ、トマト、ビーツの酢漬け、人参、お米、野菜が柔らかくなるまで煮込みます。キャベツ、肉を切って戻します。マッシュルーム、湯通ししたベーコン、しばらく煮込みます。器に盛り付けます。